今日は9月26日、日曜日、時刻は6時15分。もう9月26ですか。いやー、長かったような、短かったような、いや長かったな、この1年長かったな、この1年本当にすごいな。いやすごいよな、この1年。まあね、9月27日、明日で YouTube 始めて1年だけど、まあ、毎日全部残ってるっていうのはすごいよな。それだけでもね、自分にとってはやる価値はありましたね。いやー、1年か。いや、東京いたな。東京にいた。自由が丘に住んでたね、アパートにね、ヒルトップ自由が丘103、目黒区自由が丘2丁目7の、なんだっけ、2の7の28、名古屋の人間からしたら東京はアウェーですから、そういう部分ではやっぱアウェーの方がね、いろいろこう普通に生きるだけでも本当の一人だったんで、やっぱ気張って生きてますよね。だからその分こう濃いというか、いや東京もまあ4年実際ね住ませてもらって、まあちょっとこのコロナのせいにあえてしますけども、コロナがなければまだ東京にいた可能性は十分にありますね。どうしてもちょっとね、仕事に影響が出てしまって、ちょっと生活が苦しくなって、もうダメだってちょっと厳しいってなって、生活を取り戻しつつ、ね、
白い。全てが試されますからね。自分というこの人間全てを試される。全てがもうチャンネル登録者数っていうところに結果として数字で見える、数字でもう分かるっていうのが、まあ恐ろしい部分でもあるし、まあいい目安にもなるしね。あ、自分の価値は今これぐらいなのか、自分の価値というよりは自分の実力というかね、そういう部分で、まあ、1年やってみて、まあ、今日現在、今日の9月26日現在でチャンネル登録してくれてる方は114人。すごいね。いや、やってみて思いました。すごい、本当にすごい。何がすごいんだろうな。何がすごいっていうのは、思ったよりも増えてるちゃんと増え続けてるっていうのがすごい。ちょっとまあ僕と個人的につながりのある人とかには多分言ったと思うんですけど、まあ減ってってどんどんチャンネル登録者が減っていっても見るに耐えない状態になるようだったらもうやめようとは思ってたんですけど、まあスローペースかもしれませんが増え続けてはいるので、続ける価値はあるかなと。なのでまあちょうどね1年というタイミングなので、第2章ですよね。第2章の始まりでございますね。どうしましょうか。こう日々の動画を撮ることをだけでなんか精一杯になっちゃってる部分が実際あるんですね。なんかこうちょっとかっこいい言い方すると、ちょっとクリエイティブに想像する、イメージする時間っていうのを自分で削ってる気がしてますね。なのでちょっとね、第2章は大丈夫だよはね言い続けたいんですよね。なのでちょっとね、まだその辺も全て それも含めてまだちょっとね、ちょっとまだ答えが出てない部分もあるんですけど、どうしていくかっていうところは、一つのこうプランとしてはね、もう一つチャンネルを作るっていうね、まあ、皆さんサブアカみたいな、一人でチャンネルいくつも持ってる方っていうのはいらっしゃいますよね、まあ、そういう形を取るっていうのもありかなとは思うんですけど、まあ、なんせ一人でやってるので、いろいろチャンネルの管理っていう部分でいろいろ仕事が増えてしまうんじゃないかというところでは、そのサブアカを作る、もう一つチャンネルをね作るっていうのはちょっと今回はやめようかな思っております。なので今ある平山茂の地球見聞録一つ絞ってですね、これからもより皆様の背中を押しつつお楽しみいただきたいなと。真っ暗じゃん、真っ暗、平山さんこれ真っ暗ですね。いやー真っ暗だ。ちょっと暗い道を走りすぎました。照明をオン。さあ明るい、ね、ということで、まあちょっと眩しいな。
9月27日はね、月曜日ですから、皆様お仕事始めている方はまたね、ちょっと今日は気合を入れ直してというスイッチして、まあ、しっかり遊んだと思いますので、お休みだった方はいい睡眠をとってですね、バチッとちょっとなんか早起きしちゃうみたいなねくらいの感じがいいんじゃないかなと思いますね。明日はね、早起きして、まあ、1年記念ということで、宝くじ結果発表します、宝くじの日記念、ね、なんか1等1億円の宝くじ買っております。まだ結果は見ておりません。なのでね、そちらの結果発表も明日はしますから、9月27日月曜日はぜひお楽しみください。皆様、今日は一日お疲れ様でした。さあ、2年目に向けて平山茂、しっかりとこれ以上に、今以上に、今まで以上に精進してまいります、はい、とにもかくにも皆様大丈夫ですからね、大丈夫ですから。また明日、また明日お会いしましょう。ちょっと今日の入りはなんか普通に独り言風で始まっちゃいましたけども、大丈夫ということです。あなたは大丈夫です。ではおやすみなさい。また明日、2年目もよろしくお願いいたします。